鹿児島交通株式会社は、鹿児島県の薩摩半島などを営業エリアとする、バス事業を主力とする事業者である。鹿児島県薩摩、大隅、種子島、薬島、奄美などの交通、観光事業者各社とともに、岩崎グループを構成している。また、前身である、南札鉄道株式会社の設立から1984年3月17日まで、 鉄道事業も行っており、枕崎線、知覧線、万世線の3路線を所有していた。2006年に大幅な路線再編が発表され、10月、または11月頃に、鹿児島交通だけでも64路線、岩崎グループ全体では189路線から撤退することが発表された。また、2009年頃には、大隅地区からの撤退など、 さらなる路線再編が予定されており、最終的にはバス事業を現在の10%にまで縮小する方針である。近年はグループ内における事業統合の受け皿となっており、2016年に岩崎バスネットワークより、2018年に三州自動車よりバス事業を譲り受けているほか、2019年に鴨池、タルミフェリーを吸収合併している。 夏季のうちは、旧、岩崎バスネットワークは、旧三州自動車の営業所。現在は、夏季に路線を運行している。1980年代末期から1990年代初頭においては、複数の路線を持っていたが、後に廃止、または、岩崎グループのバス路線も再編等によって、長距離高速バスの運行からはすべて撤退し、 そのうちの福岡線で、鹿児島交通運行分は、系列会社に移管していたが、2016年3月30日に、同じ系列会社だった、岩崎バスネットワークの会社生産に伴う、同社運用分を当社が譲り受けたことにより、事実上運行再開した形となった。2004年4月の新組織発足以来、鹿児島市周辺及び、 薩摩半島全域を営業エリアとしていたが、2016年3月30日以降は、旧岩崎バスネットワークの営業エリアにも拡大し、2018年4月1日以降は、旧三州自動車の営業エリア拡大によって、大隅半島全域もカバーしている。運行している、市町村鹿児島営業所、鹿児島西営業所、伊ぶす営業所、か田営業所、 枕崎営業所及び旧岩崎バスネットワーク旧三州自動車の項目も参照を主に鹿児島市西南部をメインにネットワーク。鹿児島県の県南全域をカバーしている。大隅地域は一時大隅交通ネットワーク三州自動車に移管していた。特急急行バス鹿児島から枕崎、加瀬田方面への3系統運行。 県内都市間路線鹿児島市内からイブ枕崎など南札地方の主要都市を結ぶ。すべて各駅停車。地方ローカル路線地方中心地から各集落等を結ぶローカル路線があり、通勤、通学、買い物、通院など地元の足となっている。地方ローカル線には通学輸送に特化しつつ、一般客乗車を認めているスクール路線も運行している。 福山高校スクールは、大隅交通ネットワークのエリアで唯一、鹿児島交通の担当である。空港連絡バス、鹿児島空港より、いぶ加き、田、枕崎方面へ2系統運行を、それぞれ終点まで、約2時間台で結んでいる。全系統クローズドドアシステム適用のため、途中停留所では、空港行きは乗車のみ、空港発は校舎の見取り扱いとなる。 コミュニティバス沿線の各自治体の委託を受けて、コミュニティバスの運行も行っている。詳細は、各項目参照定期観光バスかつては、数多くの定期観光バスを運行していたが、現在は1コースのみ運行している。長距離高速バス以下の路線は、過去に運行していた路線のみ記す。2016年3月30日以降、岩崎バスネットワークより、 譲り受け事実上運行再開した路線は除く。一般路線バス2006年11月の岩崎グループ路線改変により、不採算路線が大幅整理されたが、この他にも路線の廃止や縮小、経路変更、コミュニティ路線への移管が行われている乗車カードとして岩崎 IC カードを導入しており、 岩崎グループ以外の鹿児島県内各事業者が導入しているラパカと相互利用している。全国相互利用 IC カードとは相互利用、返利用ともに実施していない。移住院枕崎間の南札線をはじめ三両線で運行されていたが、1984年3月を最後にすべて廃止されている。詳細は各項目参照。ありがとうございます。